どうも、今も変わらずピカチュウが大好き、テクタンと申します。ここの画面じゃ何のゲームか全然わかりづらいんですけれど、本日よりポケモン最新作のポケットモンスター、バイオレットを遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、日本語で遊びましょう。さあ、キャラメイクですね。キャラメイクはね、ある程度カットしていきたいと思います。とりあえず髪の色とかは好きに変えれると思うんで、色白で。入学願書、グレープアカデミー、村正、こちらでいきたいと思います。とりあえずね、もう入学ね、入学するん知らんかったんやけど、いましたけど、入学ね、しようとね、しているところなんでね。お清楚な感じで、メイクもせず、黒髪でね、このカラコンとかも入れずにね、行こうかなと思います。きっとそのうちね、どんどん変わっていくと思います。名前は、バイオレットが紫だから村正にしました。いいね、これ、鉛筆とかさ、ほら見て、ハサミもさ、モンスターボールみたいになってて、このアイテムいいや、めっちゃ欲しいな。ということで、なんかどうやら入学するみたいなんで、入学しましょう。いや、学校なんて通うのは、お久しぶりですね。オートセーブ、OK。これはまた解除しましょう。オートセーブは解除します。さて、グレープや、ぶどうや、バイオレットやったらなんなんやろ。リンゴ。私立グレープアカデミー。一人一人の個性を大切に未来を切り開く。なんか大学のキャッチコピーみたいな感じやね、CM でしてるような。あ、それ博士？なんか悪そう。さあ、君もポケットモンスターの世界へ。おー。誰これ？私じゃないで、これは。タイトル？オープニング？違うね。いや、この人が博士か？校長、比べる。比べる。何を？たくさんの自然、豊かな土地が広がる、パルデア地方。ここには、ポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる、不思議な生き物が数多く暮らしています。うん、モンスターボール、こう見るとちっちゃく見えるよね。これ今回のピカチュウでしょ？クマなんかな？ピカチュウ！やっぱピカチュウが可愛いよね。ポケモンたちは海や空、街の中、至る所に住んでいて、私たち人間は彼らと助け合い生活しています。グレープアカデミーではそんなポケモンのことをもっと深く知るために、なんかこう知ってるポケモンがさ、映ると安心するよね。なんかこう昔のポケモン。いろんな地方から人が集まり、みんなで学び合ったり、これ何してんの？これは。ポケモントレーナーと、おお、黒毛和牛になってるケンタロスが、ポケモンを戦わせ、共に成長したり、様々な授業内容で生徒の可能性を引き出します。ここは仲間とポケモンと新しい自分に出会える場所。これが先生なんかな？ブレザーもあるんやね。そのブレザー嫌やな。ガラガラしてて。制服があるってことはでも高校とかなんかな？これは映画のオープニングやん。名画なんかすごいデジタルな感じやったんやけど。おー、タイトル出ました。ポケットモンスター、バイオレット。イエーイ。鳥。ごめん、名前が分かれへん。おー、うわー。ケントロスの群れ。これに乗ってきてる。フラミンゴ。もうなんか普通のフラミンゴに見えるんやけど、気のせいかな。ポケモンはね、本編のシリーズをとりあえず言うなら、サンムーン、ウルトラサンムーン以外は一通りやっています。バージョン違いのはやってないですけれども、ブラックホワイトだったらブラックだけだったりしてる感じなんですけど、一通りやっております。ただリメイクはあんまりやってないかな。リメイクは、ソウルシルバーはやっております。そんな感じです。なので、解雇中といえども、シールドはやっております。ただ、オープンワールドか。大丈夫かな？やっていけるかな？という心配はありますが。なんとかなるでしょう。人間ね、ついていけるもんなんですよ、いろいろ。で、バイオレットとスカーレットとあったんですけど、バイオレットの制服が可愛かったんで、バイオレットにしました。はい、お清掃、村正ちゃんです。うん、可愛い。やっぱ女の子はね、清掃が一番ですよ。これ被っていくん？後で準備しよう。もう今でいいやん。ということで私はね、オートセーブの設定を切ります。ポケモンにおいてオートセーブはね、ある意味命取りだと思ってるんで解除します。これ走れへんのかなあ、欲張りず。欲しがりずの方やん。こだわり柔らか素材。そういう趣味か。これ部屋壁ないの？走れへんのかなこれ。そのうち教えてくれるかな、こうやったら走れるよみたいな。違うね、メニュー出したかったんじゃないね。ふかふかのベッドだ。お日様の匂いがする。でもそれってダニの死骸の匂いらしいよ。気をつけて。ポケモンのシールを貼った自分だけのクローゼット。こういうのってでも剥がすとなった時にさ、なんか、皮までめくれるよね。パルディア地方のマップだ。このうちは下の方にある。うん。ニンテンドースイッチ。画面が大きくなった。マジで何だっけ、有機なんちゃらって言うと、これめっちゃ可愛いんやけど、この羽っこのプランター。DIY で作った棚。めっちゃすごいやん。ママそんなことするんやん。このプランターめっちゃ可愛い。これなら頑張って育てれそう。今回のあの街どの道。特集は、学園都市テーブルシティ。テーブルシティ。テーブルってさ、普通の机的なテーブルなんか、表のテーブルなんかどっちなんやろ。そろそろ行かなくちゃ。あ、もう行く？テレビは消してこうよ、せめて。オッケーオッケーオッケー。最近電気代も高くなってるからね、節電は大事ですよ。あ、先に朝ごはん食べなあかんみたいな感じ。カーテンも開いてるし朝よね。ストレッチをする女。ストレッチなんやね。風車と空。実際なかなか壁に絵が飾ってる家ってあんまないんじゃないんかなって思うんやけど。どう思う？あ、誰かいる？あ、これは欲しがりすやんね。欲しがりすを買ってるんか。段ボールちゃんとしまおう。それはちゃんとしまおう。ジュースになる前。切り張りの光。いろんな色紙が貼り付けてある。走りたいよー。家の中やから走られへんかもしれへんね。街並み昼。じゃあ朝夜もあるんかな。あ、身代わり。薬箱やぬいぐるみ。まだ手が届かないや。いや、頑張ればいけるよ。身代わりちゃんかわいいな。物置部屋の扉だ。特に用事はない。テレビでっか。おお。ピクニックにはサンドイッチ。お店で手作りのプロの味。今回はサンドイッチが作れるみたいですね。そう、情報に関しては、ちょいちょい収集はしてます。ストーリーは全然知らんのやけど、なんかポケモンってさ、情報収集してからさ、始めるイメージがあってさ、なんやろ、昔コロコロコミックとかでなんか情報がさ、載ってたり、これどうやってそっち行くん？載ってたりしたからさ、なんかその癖かな。無茶ありー。何それ？新しい挨拶？無茶ありー。マミーは？あ、マミーいたいた。髪の色が違う。染めてるんかもしれへんね。別に。実の子じゃないとかいう、そういう複雑な過程ではないよね。おはよう、村正。ハーフなんかもしれへん。もしかしたらパパが日本人で、村正という名前がいいんだ、みたいな、そういう感じかもしれへんね。あら、もう制服着てるんだ。今日から新しい学校だもんね。ママもとっても楽しみ。でも、行ってきますにはちょっと気が早いみたい。学校から連絡があって、もう少し家で待っててください。だって、そんな個別に連絡があんの？入学に必要な大切なものがまだ届いてなかったらしいの。当日に届くんは、それはちょっと、ズボラっていうかずさんすぎひん？あ、届いた？あら、ちょうど来たんじゃない？村正、出てちょうだい。あーい。リンゴ食べてこ。うめえ！リンゴうめえ、むちゃりー。ドアどこなんやろ？ここか、玄関。ごめんください。いや、ちょっと勝手に入るんやめて。驚いてるやん、私も。いいよって言ってから入って。土足で入ってない？アメリカ的な感じか。あなたが村正さんですね。日本じゃないんかな、ここは。入学案内が遅れて申し訳ありません。どこの国がスペインやったっけ、確かモチーフになってるのって。おっと、自己紹介がまだでしたね。何やったっけ。なんか日本語っぽい名前やったと思うんよね。なんか驚きみたいな、そんな感じの。グレープアカデミー校長、クラベル、そう、クラベルね。クラベルと申します。校長先生、ちょっと待って、なんか星ガリスがなんかしてるんやけど。自らいらっしゃったんです。アカデミーの不手際はすべて私の責任ですので、せやな。こちら、入学案内と校内施設の資料です。あ、どうも。わざわざすみません。せっかくなので、ぜひお茶でも飲んでいってください。いや、そんなことする？いえいえ、本当にお構いなく、これからあと100何件も回らなきゃいけないんで。村正、ママ、校長先生とお話があるから、もしかしてなんか不倫でもしてるんかな？自分の部屋に戻って学校の準備していらっしゃい。バッグと帽子は必要よね。まあ、バッグはいるけど帽子いるかな？さあさあ、どうぞこちらへ。中学校とか高校は帽子なかったもんね。それでは、お言葉に甘えて。いや、お茶いらん言うたやん。別にお茶も飲んでもいいやん、こうなってるなら。ねえ。お部屋は2階ですか？私に構わずどうぞ。ママンは、いた。村正は自分の部屋で学校の準備してらっしゃい。バッグと帽子を忘れずにね。怒られた。ちらっと覗いてようかな。なんかこう、いかがわしいこと。バレてるか。さすがに始まらへんか。怪しいね。なんか。疑ってこう。人間ってそういうもんやから。バッグと帽子を身につけようか。はい。あ、いいじゃん。ランドセル。みたい。中学生なんかな。主人公とかの年齢考えるとそれぐらいなんかもしれへんね。探検心得、X ボタンでメニューボタン、レポートでセーブ。大切なものから探検な心得を開くと、こういうのをまたもう一回見ることができる。大丈夫です。もう行っていい？いや、かわいいね。お清楚ちゃん、かわいいね。いいやん。冒険をね、進めていくにつれてどんどんね、派手になっていくんですよ、きっとこの子も。わあ、怖い。もう終わった？あら、準備バッチリ決まってるわね。そう？誰が見ても立派な我が校の生徒です。あ、どうしたん？おっと、私としたことが。一番大切なものを村正さんに渡すのをうっかりしていました。お金ですか？これは何ですので、ここでは何ですので、お外へ参りましょうか。なんやろ、ポケモン図鑑とかかな。大切なものって何かしら。外へ出て行ってみましょう。はーい。なんかローラースケートとかくれたりせんかな。世界観違うかな。ガチャ。いやー、かわいい家住んでるね。あの右上が私の部屋かな。スカートやったらもっと可愛いんやけどな。ポケモンたちを出てきてください。あ、もう選べるん？あ、もう選べるんや。入学する生徒にはポケモンを渡す決まりでして、3匹の中からパートナーとなるポケモンを1匹選んでもらいます。あれやね、ホゲータだけめっちゃ目を見てる感じするね。草猫ポケモンのニャオハさん。はにゃー。物ワニポケモンのホゲータさん。ホゲワーン。ゴガモポケモンのクワッスさん。クワプルー。そこはクワッスって挨拶するところじゃない。皆さん、とっても人懐っこくて、私のそばを離れないんですよ。え、何ですかそれ、マウントですか？え、私んとこ来てるで。離れてるで。おや？ふむ、校長よりも村正さんが気になるようです。選択を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。あちらのお家にいますので、じっくり考えて、決まったら伝えに来てください。ライバルの家かな？それではまた後ほど失礼いたします。ライバルの概念あるんかな、今回。とっても礼儀正しい校長先生だったわね。結構なお年を召してる方やと思うからね、ある程度礼儀はなってると思うんやけど。みんな素敵だけど、一匹選ばないといけないんだ。せっかくだし、この子たちと一緒に歩いて、様子を見てみるのはどう？ポケモンのこといっぱいわかるかも。ただ私はこの3匹のうちどのポケモンにするかもうすでに決めてあります。皆さんどのポケモンにするかちょっと予想してみてください。それと、ママから入学祝い、お金ですか？お出かけするなら持って行きなさい。おお、スマホロトム。スマホ持ってなかったんやね。スマートフォン。便利なアプリを起動できる。新しいスマホ、説明書読むわね。いや、長い、説明書とか長いから。道に迷ったら Y ボタン。マップが見れて便利みたいよ。大事に使ってね。え、終わり？マップしかついてないやん、それ。マップやん。かぼちゃ畑。お向かいの家行こう。おー、ついてきてるね。ついてきてる、ちゃんと。え、かぼちゃに乗れへん。みんな来てる、ちゃんと。あー、かわいい！いや、かわいい！ついてくるがよい、私に。走れへんか。あー、マップ開いちゃった。スマホロトムでは、パルデア地方の多くの人が使っている便利な機能です。アプリが追加されると、いろいろな機能を使うことができます。マップアプリでは、パルデア地方の様々な情報を見ることができます。自分のアイコンにカーソルを合わせて R スティックを動かすと、マップと見ている方向を同時に回転できます。おー、すごい。L スティックで虫眼鏡を動かして A ボタンを押すとその場所を目的地に設定できます。あ、便利！そういうのあるといいよね。あ、空飛ぶタクシー。これ今回誰なんやろうね。前回はアーマーガータクシーっていうのがあったんやけどね。うん、こう？あー、なるほどね。なにプラトタウン。プラト？小さじの行動、これ大さじ小さじの小さじってことはテーブルシティとかっていうのは普通の机のテーブルってことなんかな。なるほど。え、なんかキャベツ色悪い。え、大丈夫これ。なんか毒とか盛られてない？さあ、誰が一番よくついてくるかな？違う。ちょ、待って。ダッシュやっぱないな。あ、なんか視点変更なったんやけど。何それ。ちょ、待って。みんなが見たい。みんなついておいで。いや、かわいいねー。いいねー。めっちゃちゃんとついてきてくれる。どうしたんびっくりも。あ、こら、ダメよ。それちゃダメ。でも、こっそりちょっとあっち行っちゃおうかな。ついてくるかな。え、僕迷子だ。よし、ちゃんとついてきてる。偉いねー。偉いよ。こら。あ、みんな、それてるね。ちょっと今のうちにこっそり二人でデートしない？そして誰もいなくなった。いや。かわいい。必死でついてこようとしてる。いや、おもろいね。ちょっとこれ、待つところなんやと思うけどさ、どこ行ってるのみたいな感じで。ちょっとちゃんとついてこれるか。あ、ついてきてるね。いや、ホゲちゃん偉いね。ホゲちゃんだけちゃんと、なんなら先行ってる。一番懐いてるんじゃない？あ、そんなことない？あ、すいません。小さじタウン。よいしょ。あの人声かけていこうか。誰？え、走れたんけど、急に何ですか？今まで走りたい思ってたのに。ここは小さじタウン。ちょっぴり控えめな小さな町。あ、じゃあ、でっかい大さじタウンもあるんかな？この人科学の力すごいの？科学の力ってすげえ。通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できるんだ。いいね。私も科学の力使ってみたいな。あっちやね。オッケー。ついてきてるちゃんと。私急に走り出したけど。お！頑張っておいで。レースだよ。おいで。さあ、誰が一番速いかな？一定の距離感を保たれている。え、お屋敷やん。金持ちそう。誰の家よ、ここ。私の家より絶対お金持ちやん。え？ああ、自由に遊び出してさっきまでいい子やったのに何してんの？おいしそう。食べちゃおうかな。あー、勝手に花散らす。あ、これは食べそうじゃない？あ、どうしたん？え、いたずら坊主、結構おっきいな。あ、君がこの子たちのトレーナー？いやー、違うんです。この校長に言ってください。村正さんはまだポケモン選んでないんですよ。そうなんです。あ、選ぶシーンかな。どの子が初めのポケモンになるんでしょうね。アピールするなあ、ホゲータ。さて、選ばないといけない時が来てしまいました。こんにちは。はじめましてだよね。え、誰あ、この女の子が言ってるんか。はじめましてです。こんな近所やのにね。ずいぶんお早い到着ですね。先生、もしかして、今日からアカデミーに転入される村正さんです。村正です。やっぱりそうなんだ。向こうのお家のご近所さん。どんな子が引っ越してきたか。あ、そうなんや。引っ越してきたんか。まあ、だからあれか。段ボールが置きっぱなしやったんやね。私はネモ。普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしよう。寮に住む必要性なくない？あれ？緊張してる？私声大きかったかな？やっぱいい絵選んでみたくなるよね。ネモさんは我が校の生徒会長でチャンピオンランクの凄腕トレーナーなんですよ。ポケモン勝負大好き。さあ、早くやろう。いや、そんな食い気味に来ないでくださいよ。積極的ですね。さあ、早くやろうじゃねえよ。同じクラスの仲間同士、ゆっくりと交流を深めてくださいね。同級生なんだ。ポケモン勝負、やり放題。それでは村正さん。はい。村正ちゃんです。あなたがパートナーにしたいポケモンは決まりましたか？あー、近寄って選ぶ感じ？そういう感じ？はにゃ。草猫タイプ。草猫タイプってなんや。草タイプのニャンハ。生い茂る植物の力でどんな水でも吸い取るよ。ゆうたでな。ニャンハさんでよろしいですか？いいえ。ワップス。水タイプのクワッス、静かだけど強い水流はどんな炎もかき消す。水タイプのクワッスさんでよろしいですか？なんかすごい課題評価みたいな、なんかすごい褒められたような紹介の仕方されてるね。ホゲゲ？炎タイプのホゲータ、熱い火花を散らしてどんな草でも焦がしちゃう。ホゲータさんがよろしいですか？いいえ。これ近くに来たらみんな見上げるんかな？そんなことない。え？ホゲータだけこんなに見上げてるやん。ホゲータだけこんな見てくれてる。もう、これはね、あなたの熱意に負けましたよ。いや、まあ最初からホゲータにするって決めてたんですけどね。ホゲーに。2って何？2って。ホゲータに決めた。だって可愛いんやもん。名前決めます。え、なんか紹介してくれへんの？名前。決めたんやけど。決めたんやけど。え、でか。でかない？落ちるってそれはさすがに。まあ、あなたがいいならいいけど。バランス悪っ。ホゲータさんも村正さんを気に入ったみたいですね。初めてのポケモン大切に育ててください。ポケモンはモンスターボールという道具に入れるのですよ。イエーイ。村正、ホゲータを選ぶなんてさ。すっごく似合ってる。バランスもいいもんね。なんかあんま褒められた気がせえへんな。気のせいかな。クラベル先生、私も一匹選んでいいですか？ニャオハにしとき。おや、ネモさんは入学時にポケモンをもらっていませんでしたか？え、ずる、そんな何匹ももらうなんて。はい、あの時は育てたいポケモンが別にいたので、今は村正と一緒に新しい子を迎えたいです。それずるやん。なんと素敵な心がけですね。ぜひ村正さんと同じスタートラインから始めてみてください。やったー！え、やっとしたら余った一匹、私にちょうだいよ。おー！村正がほげーたなら、私はこの子で、最近なんか弱点の子を選んでくれるよね。昔はどっちかっていうと強い方を選んでたけどね。しげるとか。はにゃお！さてと、ポケモンも決まったことだし、早速勝負しなくっちゃ。下のビーチで待ってるから、準備ができたらすぐ来てね。はーい。下のビーチ。ネモさんはポケモン勝負が大好きすぎますね。ポケモンとの絆を深めるためにも、ぜひお相手してみてください。じゃあお相手してみるか。いや、いいね。こうやって何するかちゃんと書いてくれてるの。元気でな、クワス。校長と元気でな。ネモさんがビーチでお待ちです。勝負してあげると喜びますよ。じゃあ行ってみようか。ビーチ。いやー、豪華な家やね。豪邸。いいですね。え、何それ。何今のその動き。そのスライディング。え、なんか動き怪しない？なんか B ボタン押したらさ、こんなことになるんやけどさ。なんかよう分かれへんけど、こんな、プライベートビーチにこんなポケモンのバトル場まであるなんて、金持ちがすぎんか？ポケモンと一緒にいれば、誰もがポケモントレーナー。私たちポケモントレーナーはポケモンを戦わせて強くするんだよ。村正、勝負の準備はいい？はい。まあね、最初はね、勝てるんですよ。やった！待ってました！今回の私のポケモンは。ネモさん。ニャオハでしょ？こんなとこでミュウツーとか出されたら困るで。村正さんは初めてのポケモン勝負ですからね。あはは。うっかりいつものポケモン繰り出しちゃうところでした。それなら、さっきのこのデビュー戦だ。なんか運よく炎技覚えてたりせえへんかな。村正、実りのある勝負をしよう。おー、初ポケモン勝負ですね。ネモが勝負を仕掛けてきた。ネモはニャオハを繰り出した。ゆけーカバオくんということで、私がつけた名前はカバオくんです。最初さ、絵だけ見たときさ、カバかなって思ったんよ。ワニでした。ということで、あ、火の粉あるやん。やったー。こんなんも火の粉でいいやん。だって木の葉とか、全然効かへんでしょ。効果は抜群だ。炎は草に強い。そうそう、予習はバッチリだね。赤からやってますから、私。一角。もうこれで落ちるやん。ごめんね。ごめんね。いやー、カバオくん後ろ姿かわいいなー。イエーイ。経験値結構もらえるね。へえ、君やるね。300円。お小遣い程度。初めての勝負で勝っちゃうなんて、思ってた以上にすごい。でも正直さ、その、ポケモン同士やったらさ、負けるってさ、分かってたでしょ、あなたも。なんか、プロなんやったら。絶対もっと強くなるよ。違う戦法も試したいし、もう一回勝負しよう。また？うん、食わす。村正さんも、ホゲータさんも、疲れておいでですよ。あー、すみません。興奮しちゃって、ついつい。ごめんね、村正、ホゲータ。またやろう。うん、やろう。絶対だよ。そっか、この子がライバル的なポジションなんか。さっき出会ったばかりなのに、もう仲良しさんですね。チャンピオンとしていろいろ教えてあげてください。はーい。そうだ、村正。ポケモンを始めたばっかりってことは、あのアプリ入れなきゃね。何？ポケモン GO ですか？スマホは持ってる？ちょっといじらせてね。私人にスマホ触られるのすごい嫌いなんやけど。ポケモン図鑑。そうかそうか、こんな感じでアプリでもらうんや。いや、図鑑の形も好きやったんやけどね。昔のポケモン図鑑には自分が捕まえたポケモンが自動で登録されるの。ポケモントレーナーなら要チェック担任のジニア先生が作ったすごいアプリなんだ。アプリ開発もしてるんや。私の時代は図鑑といえばノートに手書きでしたから、大木戸の時はもうすでにあれやったで、なんか機械やったで。本当に頼もしい世の中です。なんならさ、その時代にもさ、なんかポケモン図鑑を完成させてくれって言ってたからさ、まだ完成してなかった時代やと思うんやけどね。なんかようわからんね。図鑑も手書きって大変すぎ、想像もできないですよ。そうでしょうね。しかし時代は変われど、ポケモンと出会う素晴らしさはいつの世でも色褪せません。この人黒幕かな。出会いの数だけあなたたちに大きな成長をもたらすでしょう。図鑑完成を目指してぜひ頑張ってくださいね。私はネモさんのご家族とお話がありますので、ネモさんには村正さんをアカデミーまでご案内してくださると助かるのですが。もちろん任せてください。頼りにしていますよ。こんなことしてたら入学式さ、もう次の日ぐらいになっちゃうんじゃない？早く入学式しようよ。つるつゆつややね。つるつるつやつや。それではあなたは私と参りましょうか。プル。アヒルちゃんいってらっしゃい。いや、鳥好きなんやけどな。鳥好きなんやけど、今回はおげーたで、勝負だけじゃなくて図鑑ももうちょっと頑張ろうかな。図鑑といえば、村正ってまだ野生のポケモン捕まえたことないよね。学校行く前に教えてあげる。私についてきて。今回はね、とりあえず5匹はね、新ポケモンで旅したいなって思ってるんよね。ポケモン図鑑アプリの開き方、マイナスボタンを押すとスマホロトムのマイナスね、ポケモン図鑑アプリを開けます。これね。ポケモンは戦ったり捕まえたりすることで、図鑑アプリにポケモンの本が増えていきます。まあ、アプリですからね。捕まえた数でもらえる報酬。なんそれ。ええやん。捕まえた数は1匹。あ、かわいいね。いい写真ですね。なんか読みたいんやけど、図鑑。こうか。炎袋が小さく溢れ出たエネルギーが頭のくぼみから放出され、ゆらゆら揺れてる。それ、エネルギーなん？毛じゃないんや。高さ40センチ。かわいいね。9.8 キロ。今さ、腕に乗ってたでさっき。9.8 キロ。動き見る？顔。2種類あるんやね、鳴き声。2種類って言っていいんか分かれへんけど。ネモについていこう。あっち行っちゃったね、学校。はい。よいしょ。ということで、本日はこの辺りで終了したいと思います。これからね、村正ちゃんの冒険始まります。応援よろしくお願いいたします。ということで、この辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。